カツラギの型スループは日本海軍のスループ、同系艦3隻。山と武蔵の2艦は測量艦として長年貢献した。横須賀造船所建造の木造スループ、天竜に続いて1882年から翌年度の計画により国内で建造された。船体構造は鉄骨木皮で機関出力が増大し、従来の搬送主体から、 起草主体となった。桂木の武蔵は横須賀造船所で、ヤマトは民間の小野浜造船所で建造され、1887年から翌年にかけて竣工した。日清戦争では、旅順や大連、異海泳などの攻略作戦などに従事した。1898年の類別制定では3隻とも解剖艦に類別された。日露戦争では、 国内警備20時、船体が堅牢であったためその後も長く使用された。桂木のギノは1913年に除籍され売却、武蔵は1928年に除籍され、小田原にあった少年刑務所の宿泊船として1935年まで使用されている。ヤマトは1935年に除籍、浦賀の少年刑務所の練習船として、戦時中まで使用された。 横浜で解体予定だったが、終戦翌年の台風によって浸水着定。1950年になり、不要解体された。武蔵は1897年以降、大和は1902年以降測量任務に従事し、広大な海域を測量した。1922年に正式に測量艦に類別変更。1924年7月に山戸が、 翌1925年6月に、武蔵が日本海での測量で発見した海底地形にはそれぞれ大和対、武蔵対と命名されている。世界の感染日本特務感染誌では、大和、武蔵の2巻を測量間、大和型と分類している。1928年、測量漢字の要目は以下の通り、ありがとうございます。